これあんまり似合わないなぁ。やめとこう。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ。今なら店内 20% オフです。今なら店内 20% オフです。大変お買い得です。あ、お客様、どうでしたか？ Oh no, what should I say in this situation? I don't know. I don't need this. いらないです。はい、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. 今日は買い物をしているときに使える便利な表現を教えます。あとは日本人のスタッフは接客をしているとき、すごく丁寧な表現を使います。だから今日はみんなが日本に来たときにうまく買い物ができるように店員さんが使う表現も教えます。日本人の店員はよく、いらっしゃいませ、こんにちは、いらっしゃいませ、と言います。いらっしゃいませって言われても、特に何も言わなくてもいいです。言うとしたら、こんにちはとか、こんばんはと言えばいいと思います。で、買い物をしているとき、店員さんによく、よかったら試着してみてくださいね。よかったら試着してみてくださいね。と言われます。お客様、よかったら試着してみてくださいね。よかったら試着してみてくださいね。あ、ありがとうございます。試着するは英語で to try something on です。あとよく言われるのは、お客様、よかったら鏡で合わせてみてくださいね。よかったら鏡で合わせてみてくださいね。よかったら鏡で合わせてみてくださいねです。 So よかったら if you like、鏡では in the mirror で、合わせるはこれですね。合わせる、はい、鏡で合わせてみてくださいとよく言われます。まあその時はありがとうございますと言ったらいいです。時々めっちゃ話しかけてくる店員さんもいます。お客様、何かお探しですか？よく言われるのは、何かお探しですか？何かお探しですか？ですね。何かお探しですかは、何か探していますかという意味です。もし見ているだけなら、いや特に、いや特にと言えばいいと思います。英語ではよく I'm just browsing と言いますよね。日本語に訳すと、見てるだけです、見てるだけです。ですが言い方によっては冷たく聞こえるので、あまりおすすめしません。よく日本人は、いや、特にと言います。何かお探しですか？いや、特に、ありがとうございます。特には英語で not in particular という意味です。もう一つ、別に、別にという表現がありますが、別には興味がないという冷たい印象を与えてしまうので、使わない方がいいです。So, 別に is also used as like nothing.So when someone is mad and when you say どうしたの？どうしたの？ They might say 別に、別に。 It means like not in particular, nothing. But they are mad. Also when someone asks you things like どこか行きたいところある？何か食べたいものある？ And if you say 別に、別に、 It can sound very cold. Because if you say 別に when someone asks you questions like this, it means likeI don't care or nothing. So when someone asks you things like どこか行きたいところある？何か食べたいものある？ You can say 特にない、特にない instead of 別にない、別にない。 Okay? And when you are shopping and the staff asks you 何かお探しですか？ You can say いや、特にありがとうございます。 Okay, 次。すみません。これの黒ありますか？あ、すみません。黒はもうないですね。白ならまだ在庫があります。すみません。これの M サイズありますか？在庫を確認してきますので、少々お待ちください。同じ商品で他の色が欲しいときは、これの Color ありますか？と言えばいいです。例えば、これの白ありますか？で、他のサイズが欲しいときは、これの S サイズありますか？これの M サイズありますか？これの L サイズありますか？と言えばいいです。よく店員さんが言うのは、もうそこに出ているものだけですね。もうそこに出ているものだけですね。とか、在庫を確認してきます。在庫を確認してきます。OK。Changing room は試着室。試着室と言います。何か試着したいときは、すみません、試着してもいいですか？すみません、試着してもいいですか？と言えばいいです。OK、次。
客様、どうでしたか？あー、いらないです。日本では試着室から出てきたら、よく店員さんにどうでしたか？どうでしたか？と聞かれます。どうでしたか？これ買います。買う場合は、これ買います。これ買いますと言えばいいです。どうでしたか？もうちょっと考えます。もうちょっと考えます。他も見てみます。他も見てみます。ちょっとサイズが合わなかったのでやめときます。ちょっとサイズが合わなかったのでやめときます。買わない場合は、よく日本人は、もうちょっと考えます。もうちょっと考えます。とか、他も見てみます。他も見てみます。とか、サイズが合わなかったのでやめときます。サイズが合わなかったのでやめときます。とか言います。Okay, I hope this video was helpful to you. And if you learned something, little something from this video, please hit the like button. And if you like to watch more of these real Japanese videos, please leave me a comment and let me know. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do, because I'm gonna be uploading more videos like this in the future. Okay, 皆さん、最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またね。